トライトの覚え方ね。さ、トライトちゃんはパスタ頻度 B で SVL レベル12ですか？ていうか、パスタ頻度 B の割にはちょっと出まくりですね、これね。古くは97年の1回とか、あと2006年の1回。回とか、2014年の第2回もあって、2021年の第2回もありまして、2021年の第2回は、答えの選択肢になってないね。答えの選択肢になってませんからね。どうですか？次回は、2023年の第3回ってことになるの？じゃあ2年越しに答えになるかもしれないよ、つってね。アインシュタインちゃんも使ってますけど何でしょうかっつってね、ちょっと今答え見てなかった？これやった時に答え見えてるよ、本当にもう、ね、もう寒いよっつって、もう寒くてもいい、寒くて再生されなくてもう2日も休んじゃったよっつってね、アインシュタインちゃんが言ってますけどね、The trite objects of human efforts Possessions Superficial success LuxuryHave always seemed contemptible to me, つってね。だから、所有物とかね、表面的な成功ですか、もしくは贅沢とかね、もう軽蔑に値するよ、私にとっては、つってね。だ、表面的な成功ってなんだ、3ヶ月で英検1級合格だの英検1級一発合格だの、もしくは何、英語コーチングで月賞 3.6 億とかそういうやつそういうやつは軽蔑に値するよっつってね、そんなものはトライトなんだっつってますね、俺じゃないよ、アインシュタインが言ってるんだよ、トライトでね、陳腐なとかね、ありふれたとか平凡なとかね、もうこの単語がトライトだよこの単語がトライト、もうだってもうこれもうさ、もう語源でわかるじゃない、語源でわかるの作ってもしょうもないなとか思うんだけどね、英検級に出ない単語バンバンやっても再生されないしね、ちゃんと出るような単語作った方がいいかなっていうことでまた作り直してるんですけれどもね、もうだってもうわかるじゃんこれ語源で、もう十分じゃんこれでね、もうどんな語源本にも書いてあるよこんなの、摩擦がアトリションかっつってね、摩擦がアトリションっていうことは、まあ、トライトもねアトリションの鳥の部分かでいいじゃん、デトリメントは覚えてるよとかね、コントリションも知ってたよっつってね、あじゃあトライトかっつってね、もうこれでいいじゃない、もうほんとに、でも下手したらな、ああいう語源を調べないやついますからね普通にね、ああいうふうに語源調べないやつは英語コーチングとかに金払うんだろうなそうじゃない覚え方はこう。Try it is not a trite video lesson. Try it は陳腐な映像授業ではありません。そうでしょう。ね、家庭教師のトライトさんがね、全面的にやってんだからね、陳腐な映像授業ではないですよ、つってね。Try it is not a trite video lesson. Try it is not a trite video lesson. Try it is not a trite video lesson.昨日おとと休んじゃったから今日2個作るか、2個作って再生されるもうやんなっちゃうよ、もう例文探してくんのもめんどくさくなっちゃってね、もう例文満たしたらもう前の動画見てっつってね、覚え方1見てっつってね、しかしこれ見た All the light we can not see っつって、全ての、見えない光だっけこれ放題は、元がピューリッツァー賞を取った小説なんですけどね、ネットフリックスが映像化したらね、トライトになっちゃったよっつってね、ていうかよくよく考えれば、私が昨日おととい休んだのもね、このネットフリックスが原因でね、別にこの全ての見えない光を見たわけじゃないんだけど、ネットフリックスも全然英語関係ないよ、ね、ネットフリックスオリジナルのこの終わらない週末を見てしまってね、オバマ大統領夫妻がちょっと作った映画会社が、
発表したやつだなんつってさ、もうほんとこれ見たんだけども、なんかもうこれのせいで2日休んだと言っても、もう過言ではないよ。超つまんなかったこれ。見ててイライラしちゃう、もう本当に。最初はね、ちょっとね、面白いそうって思うんだよね。最初すごい印象深いシーンがあってね。ここから全然英語関係ないです。もう、婦人公夫妻が、こう、ちょっとこうビーチにね、こうバカンスに行ってね、こう子供とこうやってさ、子供連れてこうビーチにこう寝転がってさ、こう海見てたらさ、こうタンカーがこうね、遠くに見えんのよ。あ、タンカーだね、つって。で、だんだん近づいてくんのよ。で、あれおかしいな、つって。そしたらこのタンカーが突っ込んでくんだよね、ゴーっつって。で、そのシーンがすごいリアルでさ、で、そういう、こう何、ディザスター映画とかさ、こうパニック映画とか好きだからさ、うわ、超面白そうとか思って、絶対面白いわ、これとか思ったからね、わざわざネタバレレビューをね、検索するの我慢してね、最初からね、普通の速度で見ようっつってね、やったらもうクソだった。 もうね、あれなんだよね、もうなんか不気味な音楽で、ね、終始ごまかしてるだけ。もう結局さ、もう一言で言っちゃえばさ、アメリカ合衆国がいろんな国からなんかテロをされてますなんつってさ、そんな中で主人公たちはどうするんでしょうなんつってさ、結局何が起こってるか分かんないんだよね。テロやられてるんだけど、要するに別荘地とかだからさ、全然人いなくてさ、けどテロされてるからなんかよく分からん、放射能がまかれただの、放射能がまかれたかもしれないとかね。爆弾が落とされてるのかもしれないとかね。もう電気で動くような、あらゆる乗り物が、乗っ取られちゃったのかもしれない、わからないみたいなね。そんな状態の中で我々はどうしようみたいな映画なんだけども、終始ね、もうなんかもう不気味な音楽でごまかしてるだけでね。もう最終的にね、こんな状況で何やってもしょうがないから、もう私はドラマの続き見るわで終わった。 もうこんなね、もう考えてもしょうがないから、もう結局何が起こってるか分かんないからね。もうじゃあ、もう私はもうフレンズの最終話の DVD を見つけたからね、フレンズの最終話見れなかったから、フレンズの最終話見るわで終わった。 もうせっかく我慢してね、最後まで見たのにっつってね、もうそれで寝た。もう頭きてる。 で、一日休んじゃうとね、もう次の日もやる気なくなっちゃうからね。 もういいやっつってね。 Try it is not a trite video lesson. Try it is not a trite video lesson. Try it is not a trite video lesson. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。